はい、おはようございます。朝の散歩に来てます。今日は9月の19日で火曜日です。空はね、曇ってます。ちょっといつ雨降るかわからないぐらいです。ということでね、ゆうちゃんは今日休みです。最近ね、雨多いんですよ。それも雷が鳴る雨が多い。もうすぐね、新米の時期なんですよね。新米の時期っていうか、もう新しい米に移る時期。新米がね、楽しみですね。新米ってすごい美味しいんですよ。あんま気づかなかったんですけど、まずいの食べるとね、美味しい米っていうのは分かるんですよね。まずいのって言ったらね、もうね、なんでか知らないけど、パサパサでね、ボロボロなんですよ。ボロボロの米。すっごい激安で売ってる米とかが、なんかね、そんな感じなんですよね。新米って多分10月からやと思うんですけどね。僕で言ったらね、多分ね、この1年間で消費する米って言ったらね、多分30キロぐらいと思うんですよ。30キロいかんかな。30キロがどんなもんなんかちょっと想像しにくいと思うけど、僕ね、アレルギーあるんですよ。甲殻類アレルギー、まあ簡単に言ったらね、エビ、カニの生、これがね、熱通してたらね、大丈夫なんですよ、比較的。でもね、生で食べるともう全部吐いてしまうんですよね。でも一見美味しそうに見えるんですよ。一見美味しそうに見えるんだけど、口に入れるとね、全部吐いてしまうの。なんでか知らんけど、受け付けんのよね、体が。何回かね、無理して食べてみたんですけどね、どうもあかんの。それも生だけ。半生もあかん。だからね、エビとカニっていうのはね、避けてるんですよね。最初ね、ほんで、なんであかんのかわからんかったんですよね。もう寿司全部があかんのかなと思ってたんですよ。こんなちゃう、甲殻類で、寿司でもね、エビとかはね、あんまりもう食べんようにしてるんです。食べんというか、ほぼ食べん。まあ食べられんのやけど。だからあんまりこの刺身とか魚系の生ものはな、あんまり食べないようにしてますよね。嫌いじゃないんですよ、別に。けいちゃん待ってた。けいちゃん待ってた。
じゃあさつまいも食べる？てっちゃん。はいはい。はい、今日のご飯ができました。今日はね、もう簡単にね、焼きそばにしました。このキャベツと豚肉と玉ねぎを入れました。早速食べてみたいと思います。これ美味しすぎる。最初にね、具材をね、キャベツと豚肉と玉ねぎはね、最初にね、ニンニクと醤油で炒めたんですよ。ほんならね、なんかすっごい美味しくなってる。はい、今日はこんな感じです。